はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト6を続きやっていきたいと思います。前回ですね、マスタードラゴン、めちゃくちゃ強かったですね。最初弱いんだけど、なんかダメージ与えていくたびに強くなるんで、とりあえずね、武器はあんま意味なかったな。メガザルの腕はこんだけあればいけっかなと思うんですけどね。ここもいるな。最低2つは持っといた方がいいかな。賢者の石もあんま意味ないやな。まあいいや、ちょっととりあえず。それで、悪魔の書ですよね。これを。まあ、やってみないと、なんとも言えませんね。悪魔、あった。3番目だったっけ？何番だっけ？ 5012 だっけ？違うな、0606だ、全然違うわ。1234566、今十字架ですね。はい、まあオロオロって感じですね。オロオロするよね、あの強さ見たらね。だから最初ダメージ飛んだけど、だんだん強くなっていく。最後の最後、これね、なんか効くかな。だから普通に230とかダメージ通るんだけど、あ、しまった、山彦の帽子かぶんないとダメだね。ちょっとやり直し、ごめんね。山彦の帽子装備させましたね。そうだね。なんかしら準備忘れんだよな。はい。では行きます。まあ、後で港通るもあんま意味なくなるけどね。とりあえず、ガチガチにして、与えていくたびに強くなるからね。なぜか。なかなかやるね。まあ最後の方マダンってやってもいいんだけど、もったいないね。これ関係ないんかな。下げたところでだよね。そうだよね。二連港通るはいいよね。まあ、一応マジックバリアもかかってるからね。あれ？ちょっと待って。山びこの帽子装備してるよね。ビッグバンって2回かかんないの？特技がじゃないもんね。呪文、え？これって2連かかんないの？マジか。でもマヒャドはかかるよね。
じゃあクリヒトの方がいいのか。あ、じゃあクリヒトにやまびこの帽子の方がいいね。回復2回使ってくれるから、まあ、どうにかなるけど。アリーナ入れても1しか食らわなくなっちゃうから意味ないんだよね、結局は。そっか。それで、シンシャの、まあでもアヒャドは2連で出るでしょ、多分。あー、そういうことか。ちょっともう一回やり直すね。はい。まあ、再びですね。しょうがないね。まあ、いけつカード使われるけど、いいや。とりあえず、みなか通りやって。MP 自動回復とかあればいいんだけどね。35とかじゃないですか、ダメージ。これがさ、2000ぐらいダメージいくんで、ちょっとやばいっすよね、それがね。まあね、賢者の知恵対応できるうちはしといて、祈りネビアで回復させて、ギガスラギガスラって連発するしかないかなとは思いますけど。今のこの浅い時にさ、いくらか回復しといた方がいいからね、絶対。うん、スカラ関係ないからね。もうどう考えても倒し方がこれしか分かんないですからね。でもなんかいけそうですよね、頑張ればね。あんま食らわなかったとき祈りの指輪の方がいいのかな。なんか77だから可愛い方が。一応ミナカトールはかけといた方がいいよな。これがマジックバリアで防げるからね。そのうち3回行動、4回行動してくるから、それがやばいっすね、恐ろしいっすね。うわ、もういいか、もうマジックバリア。31も使うの、あれ。だんだん意味わかんなくなってきましたね。アタオカレベルになってきました。もうビッグバンでいきましょう。アーニャが食らいすぎですよね。だからそうだね、ミラーシールドとか装備して跳ね返して倒す手もあるよ。でもそうなると回復できないんだよな。ここはまずなくならないから、今日マスタードラゴンだね。
あ、まだ全然だね。もう燃料が尽きてもどうしようもなくなったらもうメガザルの腕輪でいいんだけど、もうそろそろどっちみち一撃でやられるでしょ。クリフトの MP つけたらまずいからね。わお。当たり。体が何個かあんのかってぐらいやってくるからね、こいつはね。ビッグバンの。とりあえずブレスとか呪文だけはマジックバリアで防げんだけど。まだ全然ですね。間に合わないかな、ダメかな。間に合いましたけどだよね。これもだからミラーシールドとかだったら全部跳ね返るってことだよね。逆にモシャスにしてギガスラって手もあるんだよな。マーニがまずい。ああ、ダメだ。もう、素直にビッグバンやった方が賢いよ。だって、マッカントやったらしょうがないでしょ？ギガデインが跳ね返るぐらいでしょ？やられたらちょっとそれやってみようか。もうカジノコインをいっぱい集めてきたんで、マーニャ落ちるか。あ、大丈夫。ちょっとやりたいところですけどね。ギガデインじゃなければですよね。これで終わってくれればな。
フリフト自分が、祈りのビッグバンの、ね、ザオリック使えばいいですよ。うわっ、やべやべ、始まった、始まっちゃいましたね。853か、この倍いくらしてもまだ終わんないね。くれればいいんだけどね。ここからどうしのぐかだもんね。葉っぱなかったっけ？あったあった。次ぐらいから真剣に考えよう。多分次通常攻撃が1000ダメージぐらいいくから、ソロの MP がまず尽きたらまずいから。祈りの指輪は今のうち挟んどいた方がいいからね、絶対。なくなっちゃった、クリフトが。しのげっからね、一応ね。わあ、やべえな。ちょ、待って。生き返らせーのだね、これはね。生き返らせ、どうすかな。あった、ここは大丈夫だね。葉っぱもないのか。呪文を跳ね返して倒すのかな。さっき跳ね返、これも全部カキンカキンカキンってなって、どっちみち一撃だから世界樹の葉で生き返らしたりとか、そういう話になってくるよね。で、賢者の石だったら回復するんでしょ。あ、そうかな。ちょっとこれでダメだったらやってみよう。倒したとしてもその戦法もありだよね。あ、そっか、クリフト、あと生き返らすのがメガザルの出番しかない。ゾンビタイム。とりあえず、ギガデインで落ちなければいいんで。そっか、ミラーシールドとかだな。ミラーシールド、光のドレス、あと何やったっけ、跳ね返せんの。魔法艦隊。そっか、そのためにあれか、かっこよさランキングで7かったら光のドレスもらえるのか。そうでもないんかな。ダメージが異次元になってきてるからね。
とりあえずギガデイン防ぐためだからね、これは。ってなってくるとクリットじゃない方がいいのかな。絶対ギガデン言ってくるもんね。一応300は削れんですよ、これでね。カキンカキンって全部跳ね返ってって話だもんね。まだんてぶっ放したいけどな。これ全部跳ね返ったら大きいもんね。だってね、まだ1個メガゾンのレアがあるね。シンシアがいないとまずまずい。あ、いけました、いけました、いけました。どうすかな。あ、星降るでは。いや、あの、じゃあそれはいいんだけど、え、待って待って、星降るではでしょ。いや、2つあ、まあ1個足んなかったからいいけど。いやー、ひどかったな。あ、じゃあ前戦った時あともうちょっとだったんだね。だんだん復活していくはずだけどね。星フルデアが 100% ドロップなんかな、どうなんかな、わかんないよね、そこらへんね。なんかおまけでさ、聖杯とか落とすじゃん。あれって何なんだろう。多分ロザリーとかどこにいんだろうな。絶対ここだと思うんだけどな。違うんかな、ロザリーがどっか連れ、イムルの近く連れて行かれたって。だからイムルの近く、山奥の村。ちょっと疲れました。お疲れ様です。こんなところに家が持ってました。ちょ、待て。あ、何匹か倒したら、ランドのバカがいる。待て。ちょっとセーブしよう。それはいくらですとか。あれ、もしかして、これノエルとかじゃない、違う。なわけねえか。ちょっと待ってね、セーブさせてください。
絶対落とすんかな。もう一回あれ戦うのしんどいよね。だから自分思ったのが、ギガデイン全部跳ね返せばいいかなと思って。ってなってくるとさ、まあ、やり方わかんないけどね。跳ね返すのあるじゃん。2個ある。光のドレスを、マーニャと、誰だっけあれ。シンシアに装備させて、あとミラーシールド。2枚やんの。あ、クリフトとソロできんね。これ装備させたらちょっと見たくねこれ。もう一回多分出てくると思うんですよ。まあ、まあちょっと倒せなかったらそれで倒そうかなと思ったけど、倒せましたんで、倒せちゃったんで、セーブさせていただいて、まあそれもそうだし、まあ村の中にいたあの男の人話したらなんかあっかなってちょっと思ってんですけど、ただ世界樹の葉とメガザルの出会いは大事だなと思って、これもあんま意味ないよね。今となってはあんまり意味ないかなと思って、犬の出会いは絶対いるな。だから結構ストックがあるから、ああ、ストックなかった。メガザルの電話。いや、ストックある。待て。祈りの指輪、どこあんの？クリフトやっぱ大事だな、祈りの指輪。ソロも大事だけど。2個ぐらい戻しといた方がいいよ。あとメガザルの電話と、あと何だっけ？世界樹の葉。ああ、7枚もあるじゃん。ここにメガザルの出は2つぐらい持たせておいていいね。あの勲章っていつ取ったんだろうと思ってさ。だってどっちみちアリーナとか使うもんね。あった。これあったおかげで助かったんだからね。まあ交換してくればいいか。もうごめんなさい。もう一回セーブさせて。ちょっとまたこの状況でさ、やられてさ、また今のアイテム欄変えるのめんどくさいからさ。まあ、レベル99とかそういう問題じゃないよね。こうなってくるとね。一撃だもん。だから、まあ、やられるとして、あの、街にいる男の人は何か言うのかな。あれもちょっと話さないといけないんだけど、1、2、3、4、5、で、ああ、そっか。ここ渡さなくていい。あ、渡すか。聖なる衣。あー、まあ、しょうがないか。だってどっちみち一撃なんだもん。まあ、ちょっとリセット押すけどね、これはね。で、先ほど言ったミラーシールドがあったじゃないですか。まあ、まあ、ちょっとわかんないですよ、攻略法がね。それで合ってるのかどうかはちょっと別として。これでとりあえずギガデインは跳ね返せんですよね。あとミラーシールドも跳ね返るよね。まあやり方的にこうなんかなと思うけど、どうなんでしょうね。ああ、いけるって思ったらもうそれだね。ここちょっと元ないな。
何回も戦えるから多分星フルではもう何個も手に入るんだけど、別に星フルでは交換できますからね。カジノコイン80万枚ぐらい持ってるから。エンドールでさ、100倍かけたら当たったんですよ、実は。だから、山彦の帽子とかもいっぱい手に入ればいいかなと思って。最初のギガでいいんだよね。まあ、こいつは倒したところでそんなに需要がないから、まあ一回倒せばいいのかな。とりあえず星フルで遊びしてからね、最初は。最初は弱いんだよ。あ。食らうけど、ってことか。食らうのか、一応。ベホマラーやってもダメだよね。だから一応賢者の石は持ってきたけど。あれ、ギガデイン跳ね返んない？ダメか。100% 跳ね返るわけじゃないのか。ってことは、魔法カンタの方がいいのか。だってこうなってくるとベホマラー跳ね返ったりするとめんどくさいんですよ。一応跳ね返るけど4分の1だもんね。ベホマズなんか跳ね返ってられないし。ここ魔法カンタないのか。え、なんか効くのあんのかね、これ。絶対効くわけないけど、ね、マーニャだけに残ってやられそうになったら最後これ使うかなと思ったね。ほら、こういうことが起こる。跳ね返る。ああ、一応跳ね返りはするけど。なるほど。わかりました。まあ、あんまり良くない。さっきの戦法の方がいいかな。はい。ということで、攻略法はわかりましたね。はい。じゃあ、戻ります。はい。再び戻ってまいりました。まあ、マーニャじゃなくていいね。次はね、これがさ、ここってのんびりした村だよね。あ、これ前の64だとノエルだったんですよ。なんでノエルがいんのって思ったけどね。村長の家とかないのか。じゃあ、あそこ攻略していけばなんかあるね。エビルプリストはなんかまだいけなそうな気がするんですよね。これ犬とか、なんもないよな。あ、違う。ドルネコさんの盗賊の中に。なんもないね。はい。じゃあ、アリーナに帰っか、とりあえず。たまたま今回アリーナが全然役に立たないの分かるじゃないですか。ダメージがだって通らないんだもん。スクルトかけられて。スクルトじゃねえや、スカラかけられて、どうしようもないから。だから、ここのね、犬耳はいらないけど、世界樹の葉とか、あ、そうだね。メガザルの腕輪もいらないね。まあ、こんだけあればいいかな。はい。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。